結局、内閣総理大臣が任命を拒否することができるかどうかが問題なんだ。動画をご覧いただきまして、ありがとうございます。陣長下でございます。 えー、日本学室会議の問題がですね、えー、まだそのくすぶっています、えー、この動画でもですね何度かお話をしていますけど日本学室会議というですね学者の国会といわれる組織に対して、えー、内閣総理大臣がですねその信任会員をですね105名推薦されたんですけど、そのうち6名をですね任命拒否したというようなことなんですね、でこれに対して、学問の自由に対する侵害だ、うんぬんというお話がです、ねまあ、いろいろ出ているわけなんですよ。 でこれはの学問の自由にはの侵害には当たらないということをです、ねそのまあ、前の動画でですね、お話をしたんですけども、ただ、ですね、この学問の自由云々なんていう問題よりもです、ね、実はもっとこの問題というのは単純な問題なんだろうなというふうに思うわけなんです。要は、内閣総理大臣が任命を拒否することができるかどうかという問題なわけなんですね。内閣総理大臣が日本学術会議の会員、この会員の任命を拒否することができるかどうか。 これがポイントなんだろうなというふうに思うわけです。ある方に言わせるとですね、この任命拒否というのはできないと。この任命をするっていうのはですね、その、あくまで内閣総理大臣というのは形式的に持ってるだけであって、実質的には持ってないんだよというわけなんですね。で、ある方はいやいや実質的にあるんだよと、だから拒否することもできるよと言ってるわけなんです。で、この問題に関して言うとですね、実はあの非常に簡単な問題なんですよ。で、それはどういうことかっていうとですね、これは内閣総理大臣は任命を拒否できます。 拒否できないと言っている人というのはですね、私ははっきり言って法律を知らないというかですね、知っててもですね、無視してるのかなというふうに思うわけなんですね。で、その根拠は何なのかというとですね、これはあの実はあの結構新聞とかでも普通に取り上げられてるんで、今更取り上げるのもちょっと恥ずかしいんですけども、憲法15条なんですね。 えー、この憲法第15条というのはどういう規定かというとですね、えー、公務員を選定し、及びこれを罷免することはあこあ国民固有の権利であるという規定ですね。えー、まあちょっと後ろの方略しますけど、えー。これはですね、国民固有の権利である。つまり国民の名のもとにですね、公務員を選定し、もしくはそれを罷免しなければいけないわけなんですね。 例えばこの公務員ってのは誰かっていうとですね、私たちはこの警察官であるとかですね、えー、役所の人っていうふうに思いますけど、国会議員もそうですし、あのー、内閣総理大臣、各大臣もそうですし、最高裁の判事とかもそうなんですね。こういう人たちもみんないわゆる公務員になるわけです。で、今回ですね、えー、対象になってるですね、日本学術会議のですね、会員というのはですね、これはあの、特別職の公務員になります。法律に明記されています。 これは、あの、国家公務員法という法律がありまして、国家公務員法のですね、第2条にですね、その特別職の,の公務員というのは、次にかかる職員とするということでですね、内閣総理大臣から国務大臣からうんぬんかんぬんというふうにですね、でバーッとこうなって,てですね、日本学術会議会員ということがですね、明記されてるんですね。この12-2のっていうところに入ってあります。これでですね、彼ら自身がですね、その国家公務員であるということがですね、わかるわけなんです。よ。 先ほど言いましたようにですね、えー、国家公務員、つまり公務員であるならですね、えー、それはあの国民の名のもとに選定されて、ですね、国民の名のもとにいわゆる罷免されなければいけないわけなんですね。日本学術会議法のですね、第7条第2項において、えー、内閣総理大臣が任命するってありますけど、その前に第17条の規定により推薦に基づいてっていうふうに書いてあるんですね。この第17条の規定っていうのは、要は日本学術会議のまあ推薦に基づいてっていうことなわけなんですよ。日本学術会議が選ぶんですね。 そして、ね、その後に、その推薦した人から内閣総理大臣が選ぶという形になるわけなんです。でで、ね、うん、日本学術会議というのは、これは国民を代表する機関ではありません。彼らが勝手に選ぶということは、国民の名のもとに選ばれたことにはならないんです。 ここで内閣総理大臣が任命するというところが出てきます。内閣総理大臣というのはあ、国民の代表者である国会議員、その国会議員に任命された人です。つまり国民を代表する立場であり、いわゆる民意を体現する立場の人なんですね。その内閣総理大臣が形式的じゃなくて実質的に任命することができるからこそ、この人たちは国民に選ばれている。憲法第15条に違反しないということが言えるわけなんですよ。これが形式的な任命論 だという言い方をされてる人っていうのはですね、じゃあ憲法15条に違反してんじゃん、お前らはっていう話になるわけです。先ほどから言ってるように、日本学術会議というのはですね、国民に選ばれた存在ではないから、国民を代表する立場にはないんです。単なる学者の方が、まあ、いわゆるその推薦して選ばれた人ですからね、身内で選んでるわけなんですよ。 じゃあどうやってこの人たちの推薦をそのままね、内閣総理大臣が形式的に追認するだけだったんだったら、あその国民の固有の権利の行使になるんですかならないわけです。絶対に。だから、この内閣総理大臣が任命するということに関して言えば、これは実質的な任命権以外はあり得ないんですね。それ以外はないんです。 ちなみにですね、この内閣総理大臣の任命権というのをですね、形式的だという人の中に、いわゆるその天皇陛下が総理大臣をですね、任命することに関して、形式的な任命権しかないと。それはあの天皇陛下がですね、内閣総理大臣を任命するときに、いや、俺はこう嫌だよっていうようなことが言えないだろうと。それと同じように、内閣総理大臣というのは、あその日本学術会議が推薦したものに対して拒否できないんだっていう人がいるわけなんです。 元西弁連の会長であるです、ね、宇都宮賢治さんとかがです、ねまあ、おっしゃってるわけなんですね、これはちょっとですね、ちょっとあまりにもおかしな考え方なんですね。天皇陛下というのは、内閣の助言と承認に基づいて、えー、国事行為というのを行うんですね、この内閣総理大臣を任命するのは、天皇陛下の国事行為なんですね、これはあの法律に明記されてるんですよ。 憲法6条と。まあ、あの、国事行為って書いてあるのは、あその、7条に書いてあるし、んで、6条には国事行為とは書いてないんですけど、これは国事行為である。内閣総理大臣を任命するっていうのは国事行為であるというのがですね、憲法上の常識です。だから内閣総理大臣を任命するというのは天皇陛下の国事行為です。ね。それは内閣の助言と承認に基づいて行われるんです。しかもですね、内閣総理大臣を任命するにあたってはですね、憲法第6条第1項の規定にこう書いてあります。 天皇は国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命すると、国会の指名というのはあ、主犯指名のことですね、つまり、主犯指名でこの人を総理大臣にしますと指名された人、この人を天皇陛下はですね、えー、この中から選ばなきゃいけないんです、まあ、この中、つまり1人ですけどね、まあ、最近でいうと、菅さんですよね、菅さんがあ主犯指名された、その人を選ばなければいけないんです、それは内閣の助言と承認に基づいてますから、内閣があーこの人を選びなさいというのをです、ね、天皇陛下がノーということはできないんです。 これは明確にできないんです。翻って言うとですね、えー、内閣総理大臣というのは、ですね、えー、日本学術会議のですね、助言と承認に基づいて行動しなきゃいけないという理由はまるでないわけです。そんなことはどこにも書いてありません。憲法の規定にも法律にも書いてありません。国民に選ばれた総理大臣がですね、日本学術会議のです議員乗りにならなきゃいけないという理由はまるでないわけですよ。 だから、このですね、日本学術会議のですね、会員を選定するにあたって、この総理大臣に実質的なですね、任命権がないということになるんだったらですね、これは国民の名のもとに選定しなければいけないというですね、憲法第15条の規定にですね、違反することになるんですね。憲法違反になるんです。これがですね、形式的な任命権しかないという人はですね、憲法違反をしてもいいというようなことを言ってるということになるわけなんです。これがとんでもない理屈であるということはお分かりになると思います。 こういう法律の専門家がいるというのは、いかがなものかなというふうに思うわけなんですよ。今回の日本学術会議の問題に関して言えば、ですねこれは違法でもないしまして違憲でもありません。えー、その総理大臣には、ですね実質的なあその任命権があるんで、実質的な任命権があるということはあその、拒否をすることもできるということです。そしてそこに実質的な任命権がないというのは、ですね憲法15条に違反します。総理大臣は明確に拒拒否否できます自主的なな権がなければ 公務員を選定する国民固有の権利として国民の名のもとに公務員を選定するということにはならないわけです。そんな公務員が存在してはいけません。だから、これを形式的な任命主権しかないから、総理大臣は拒否できないなんて言ってる人というのはですね、デマを吹聴している輩としか言いようがありません。 ということをですね、えー、ぜひ認識するべきだなというふうに思います、えー。動画を聞いていただきましてありがとうございます。えー、またですね、下の方にブログ、ツイッター、ラインアットつけてあります。登録しているデータありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。